変化する世界遺産の選び方、文化的景観とは。これ全部田んぼだ。中国の少数民族ハニの人々が1200年かけて作った世界一の棚田だ。人が一段一段斜面をコツコツ耕すことで出来上がった。人が自然に手を加えて作り上げたこのような景観を文化的景観と呼ぶ。名もなき庶民がどうやって生きてきたか、それを物語る場所も世界遺産に選ばれるようになったんだ。文化的景観はメキシコにもある。それはテキーラというメキシコ特産のお酒を作るために生み出されたものだった。ここがテキーラの原料となるリュウゼツランの畑。標高2000メートルの高地が一面畑になっている。これがリュウゼツラン。大人の背の高さほどもある。葉を落とすと茎が現れる。茎の中のデンプンが原料だ。先住民は樹液を発酵させて飲んでいたが、この地を征服したスペイン人が蒸留の技術を持ち込んだ。まず300年続くやり方で蒸し焼きにしてから臼ですりつぶし汁を絞り出す。最古の蒸留所の跡が残っている。絞り汁をこの穴に入れて発酵させたんだ。それを蒸留するとテキーラができる。このリュウゼツラン畑も人が作り上げた文化的景観として世界遺産になった。離れていても一つの世界遺産、シリアルノミネーションという考え方も生まれた。この山の中に大帝国があった。空中都市マチュピチュを作ったインカ帝国だ。繁栄を支えたのはインカ道だった。総延長3万キロとも言われている。今も南米6カ国に道の一部や200を超す遺跡が点々と残っている。それらが一つの世界遺産、カパックニャン・アンデスの道として登録された。それは帝国の都だったクスコの市街地にも。この石組みの道だ。インカの石組みは精巧なことで知られている。深い渓谷に渡されたこの吊り橋もカパックニャンの一つだ。植物を編んだ綱で作られている。こんな風にあちこちに散らばっている遺跡などをあるテーマでまとめて一つの世界遺産にすることをシリアルノミネーションというんだ。それは日本にもある。
長崎の端島炭鉱、通称軍艦島。海底から石炭を取るために作られた島だ。明治20年頃から採掘が本格化した。鉄の時代がやってきて、鉄を生み出すエネルギーとして大量の石炭が必要だったんだ。この軍艦島など明治の産業革命を支えた8つの県、23の産業施設が一つの世界遺産に登録されている。福岡と熊本にまたがる三池炭鉱もその一つ。見える、見えます。坑道の入り口のこの穴はかつて地下270メートルまで続いていた。明治の産業の礎となった日本最大級の炭鉱だった。静岡の伊豆半島にも。幕末に建設されたニラ山反射炉だ。この中で鉄を溶かし大砲を作っていた。鉄の近代化の先駆けだった。福岡の八幡製鉄所、明治34年に操業を開始した。これは現在の高炉。高温で鉄鉱石を溶かし鉄を大量に生産していた。日本の本格的な製鉄はここから始まった。そして長崎造船所、鉄を使って2000艘以上の船を製造。明治日本の船作りをリードした。明治時代、ヨーロッパの先進技術を取り入れ、わずか50年で産業革命を成し遂げた日本。それを証明するこれらの施設が一つの世界遺産として認められた。こうした選び方を加えることで、いろいろなものを世界遺産に選びやすくしていったんだ。